回お話来てみて台本読まれたまず最初の感想はどんな感じですか。恋愛する上での、まあ、傷ついていく様だったりとか、どん底にこう落とされたぐらいのそれぐらいのこうショックな出来事だったりとか、生々しくて深い部分っていうのもちゃんとこう描かれてるから、そういう意味ではちゃんとそういうところにはリアリティを持たせる、うん、出るようにやりたいなって、うん、まあ美術部で絵を描いてるキャラクターなので、自分が感じてるものだったり伝えたいものだったりとか自分の中に明確にあって自分の世界観がこうあって、だからこう旗から見ると一見ちょっとまあとっつきにくいじゃないけど、ちょっと不思議ななんかつかみどころのないような雰囲気があったりもするのかなと思ったので、そういう意味ではこうもまあ言葉のチョイスだったりとか、ものの受け取り方感じ方がまあちょっと不思議なオーラも出せたらいいなと。今回森川さんの印象はいかがでした？共演されてみてどんな方だなって。そうですね、感覚をすごい大事にするっていうか、うん、やっぱりその場で感じたことだったりとか受けたそのリアクションだったりとか、そういう生で生まれるものとかやっぱいろんなものを感じて芝居してるから、うん、そういう意味では本当に根っからの女優さんだなって思って、うん、イケメン君としてこう実写されることとかも多いですよね、うんうん、記事でも多いですね、うん、そういう状況というか、いやありがたいなと思いますしイケメンって言ってもらう、なんだろう、ちょっと難しいですね。かっこいい役とかやって言われるんですけど、まあ、完璧な人間ほど面白くないものないと思ってるんで、でもこうに関してもそうだし、やっぱりどこか何か抱えてるし、まあ、あの内側でこうも悩んでる抱えてるものだったりとか何かしらの過去だったりとかそういうものがあるし、うん、だからそういうところはしっかりと出していかないといけないなっていうふうには思ってますし。どういう女の子に惹かれがちだなとかあります？動物と子供と両親、その3つが好きな人、うん、だからこう街で赤ちゃんとかワンちゃんとかいるの見て、ああかわいいってこうなんかテンション上がってる女の子とか見るとすごくなんか嬉しくなるっていうか、うん、いいなって思ったりもしますし。うん。